会食するゴルバチョフとブッシュ1989年のマルタ会談とは1989年12月2日から12月3日にかけて地中海のマルタで行われたアメリカ合衆国とソビエト連邦両国の首脳会談である。これをもって44年間続いた東西冷戦は終結した。マーサシュロック東欧革命やベルリンの壁崩壊を受けて アメリカ合衆国大統領ジョージ HW ブッシュとソビエト連邦最高会議議長兼ソビエト連邦共産党書記長ミハイル・ゴルバチョフによる首脳会談で第二次世界大戦末期のヤルタ会談に始まった米ソ連戦の終結を宣言した。これを標語的にヤルタからマルタへというマルタ島沖のソ連のクルーズ客船マクシム・ゴー・リキーウチで行われた。この会談には ソ連側からは、シェワルナゼ外務大臣、アメリカ側からは、ベーカー国務長官及び、スコークロフト国家安全保障問題担当大統領補佐官、ライス国家安全保障会議等をソ連部長、ジャック・エフ・マットロック・ジュニア中ソ連アメリカ大使などが同席している。ブレント・スコークロフトをはじめとするアメリカ政権内では、当初からマルタ会談は、次期尚早として、 ソ連のスタンドプレーを許す結果になるとして反対していたが、フランスのミッテラン大統領、イギリスのサッチャー首相をはじめとするヨーロッパ首脳及びアメリカ合衆国議会はゴルバチョフとの対談を説得した。マルタ会談では特に何の合意もなされなかった。主な目的はアメリカとソ連が鉄のカーテンを引き上げることにおける喫緊の変更点について会談を持つことにあり、 これをして、冷戦の公式な終結とみられた。局所的に見れば冷戦時代の終結に保障を与えるために緊張を緩和し、東西関係というものに大きなターニングポイントを与えた。会談を通じて、ブッシュ大統領はペレストロイカにおけるゴルバチョフの指導及びその他の共産権の改革を指示した。共同声明にあたって、ゴルバチョフは次のように述べた。 世界は一つの時代を克服し、新たな時代へ向かっている。我々は長く平和に満ちた時代を歩き始めた。武力の脅威、不信、心理的、イデオロギー的な闘争は、もはや過去のものになった。私は、アメリカ合衆国大統領に対して、アメリカ合衆国と先端を開くことは、もはやないと保証する。ミハイル・ゴルバチョフ、ソビエト共産党書記長。 ブッシュ大統領はこれに対し、我々は永続的な平和と東西関係が持続的な共同関係になることを実現することができる。これはマルタでゴルバチョフ議長と私がまさに始めようとする未来の姿だ。ジョージ・ H.W. ブッシュ、アメリカ合衆国大統領と述べた。合理記号が停泊したのはマルタ南部の観光地で行村のマーサシュロックと同じ。 ワンに望むビーゼブが大きである。ブッシュ大統領は記念品として、ベルリンの壁の破片を出席者全員に渡した。ありがとうございます。